はい。こんにちは。長田薫です。えっ、ー、と、今日は、えー、前にお見せしたウレフォンのパワー2について、まあ、ちょっとこう、使用感とか、開封の時にはね、まあ、お伝えしきれなかったというか、まあ、まだ自分も分かってなかったところとかもあって、まあこれいいんじゃないのっていうところ。 えーまあ、またもしくはこう使っていく中で、まあ、ここはちょっとなっていうところをお話ししていきたいなと思います。はいえー、と基本的にはあのー、俺が普段使っている Android っていうのがこっち。Galaxy S7 Edge の、えーまあ、オリンピックエディションですね。去年の,あのリオオリンピックモデルと。 いうものを使っていますと一応こうエッジディスプレイだけど5.5インチ。一応ね、その対角の距離っていうのは一緒の5.5インチでした。こっちも一応5.5インチ。ただこっちはエッジディスプレイなんでちょっとこう細いですよっていうね、ものです。 で、えっ、ー、と、まあ、このパワー e 2っていうのは、ま、あそもそもで、ね、6050mAh っていうめちゃめちゃ大容量のバッテリーが、えー、魅力の端末。他にもね、スペックっていうのは、まあ、もう一度こっちにあの一瞬だけ載せておくけど、結構そこそこのスペックは誇っていると。ただそのスペック的には、それだけで見るとかなりいいものを積んでいるんだけども、えー、価格がま、18000円とか、 まあ売ってるところによっては1万6000円とかなんかそこら辺でも売ってるのかもしれないけどもかなりえーリーズナブルな価格で売ってるというものでした。はい、で、裏もここもちゃんと金属だったりするしっていうえ指紋認証がここにあってっていうかなりあの今のトレンドも抑えつつ 6050mAh っていう大容量のバッテリーがえー魅力の端末というものをやってましたと。 で、えっ、ー、と、使っていく中で、やっぱりバッテリーが大きいっていうのはものすごく、えー、武器というか、えー、いいところだなというふうに、えー、痛感したところもありますと。で、あと、付属品でこういうものがついていて、えっ、ー、と、メスタイプの、メスタイプの、ね、こういう USB ケーブルがついていましたと。 で、こっち側がマイクロ SD のやで、これは、えー、一応 OTG 用のものになってい、いるんだけども、まあ、こう刺すじゃないで、例えば、こういう状態で、ケーブルにつなげますと。で、こいつ、iPhone だよね。うん。iPhone に刺しますと。充い。できるんだよね。 こいつのバッテリーを使って他の,あのデバイスを充電するっていうことにも対応してるというところです。あのまあ、もちろんそのケーブルを、ね、持ち歩かなければいけないっていう、えーまあ、煩わしさみたいなものはあるんだけど、まあ、それでもね これは一つ魅力かなと思います。えー、特に、あの、俺みたいに Android と iPhone をこう二つ使ってるよっていう場合において、まあ、あの、今までだと Android の方が先にバッテリーが減ることも結構多々あったんですが、あったんですが、あの、このさすがにね、6052Ah っていうバッテリー容量を持つ端末だと、もう、尊重そこらの、あの、感じでは、 減らないでですねバッテリーがちゃんんと持つんで実際にね例えばそのアップルが、えー、デバイスに6 0 0 0ミリ積んだ時にと比べてどれぐらいなんだみたいなもちろんあるかもしれない Android の方が、えー、消費効率は悪いんじゃねえのとかっていう話とかね、まあ、いろいろあると思いますあの最近では a ラクシーであったりとかエクスペリアであったりとかかなりあのバッテリー持ちは改善されて、えー、めちゃめちゃ持つ端末っていうのは出てきてはいるけども まあ、冷明期なんかはね、アンドロイドはバッテリー持たないっていうので、結構話が出てたりしたこともあったし、うん。あの、そういうイメージの中で、どれだけこいつがね、しっかりとその電力効率が良くなっているのかっていうのは、まあ、あの、綿密なこう、調査というか検証をしているわけではないので、詳しくはわからないけども、かなりあの、この 6050mAh っていうのは、持つなという、本当にちゃんと持つなという印象でした。うん。 っていうところで、まあ、こうやってその iPhone とか、まあ、もちろん、あの、別にね、あのポケット Wi-Fi であったりとか、えー、なんだろうな、まあ、時にはボイスレコーダー持ち歩いている人であったりとか、えー、他の Android 端末を持っている人とか、えー、そういう人の端末もね、あの、こいつがあれば、まあ、Android として、その楽しみしつつ、他のデバイスも充電できるっていう、えー、ものは一つ魅力かな、というところです。 そこはね、あの、個人的にはまあいいよなっていう、あのー、もう一個そのモバイルバッテリーを持ち歩くっていうところまではいかない使い方の人にとってはいいかなと思います、ね。どうしてもやっぱり一日外回りがもうすごく、もう毎日のように外回りしててっていう人はまあモバイルバッテリーから離れられないかもしれないけど。 そこまでじゃないけどバッテリー気になるよねっていう人レベルにとってはいいのかなというところでした。うん。ただ、ここからちょっと、あの、あんまり良くないなって思っているところなんだけども、さすがにちょっと重いなっていう <laughs>。あのね、その、電車とかで、ウェブブラウジングであったりとか、電子書籍とか、まあこの5.5インチなんで結構、まあいろいろ漫画ぐらいだったら、 読めるなってかなかこうちょっとこう片手で疲れてくる重さ,重さなんですよ結構大きな端末を使ってきたけども過去最高に大きいものだとあのエクスペリア Z ウルトラとかも使ってきてはいますがさすがにこいつちょっと重いなっていうあの印象です、うん、それと5.5インチ5.5インチなんだけどもちょっとこうやって 設定画面にした方がいいかな。あの、わかるかなあ、これ、この方がわかるか。反射の方にフォーカスが寄っちゃってるんで、わかりづらいかもしれないけど、ベゼルが最近のアンドロイドの中では結構太め、幅があるタイプです。5ミ、mm、リぐらい。左右に5ミ、mm、リずつぐらいあるんで、まあ、あの一般的な最近の5.5インチ端末、5.5インチのアンドロイド、 の感覚で、えー、持ったりするとでけっていう印象になります。それはもう横幅もそうだし、あとはこの厚さもあの1センチ近くあるんですよ。9. いくつっていう確か寸法なんで、結構 <laughs> こ、これもあるし、ここの幅もあるしで、こう持った時に大きく、ね、かつ、その、俺の普段のその感覚で、その5.5インチ タマゾ操作すす。る感覚では操作でではきないです大きすぎちゃってそういうところがあるんでその重い大きいっていうところがまあどうしてもちょっとこう自分のその許せるレベルを超えちゃってる感じがしますうんあのアセンドメイト7とかもね使ってきてるしまあさっき言ってたエクスペリア Z ウルトラも使ってきたりするんだけども なんかね、その、あるじゃないその、おっきいと分かってて使って、これ、まあでもこれぐらいは全然、その代わりこのこんだけおっきくていいよね、とかってあるんだけど、そのバランス的に、ちょっと俺の中では、おっきい思いっていうのが、ちょっと超えすぎる感じがするなという印象でした。うん あとと普段使いいいにはちょっっできないなっていうのがありますあの個人的にはねやっぱりこうやってあのカメラが綺麗な端末とかを使ってたりもするのでうーんとちょい撮りとかでどれだけ綺麗に撮れるかなっていうあの綿密にねこうセッティングをしてパシャって撮るとかっていうわけではないんですよ。そうしたら多分こいつもそこそこのものは、まあ、もしかしたら撮れるんだと思うマニュアルでいろいろこう操作してね。 やってったら取れるのかもしれないけど個人的には、えー、普段の使いの中でどんだけ綺麗に撮れるかっていうのを結構重視しているところがあるのでそういう意味においてはこいつのカメラは全然当てにできなかったなという以上ですもうそれがねあのなんかこうレビューをした直後。 前回開封をした直後になんか車内とかバシャバシャって撮ったところであこれちょっと俺の普段使いでは無理かなっていうふうに思ったりもしてたんであんまりそのプライベートでこれを使って写真を撮るってことはもうほとんどしませんでした、うん、もう撮るのはだってその一瞬しかないからねだから iPhone 使ったりとかやっぱり Galaxy S7 Edge を使ったりするっていう撮り方になってましたね こいつは、そのカメラとか、まあ、あとは 3D ゲーム ?3D をガリガリ使うゲームとか、そういうことをしない人にとってはかなりいいのかなと思います。まあ、あとその手がちっちゃくない人かな。うん。そう、手がちっちゃくない人こう。こういう端末も全然普通に使えるよっていう人にとってはいいのかなと思います。まあ、あとは外回りが多い人とかね。そういう人にとってはいいのかなっていうところですね。まあ、とはいえ、あの、技的が通ってないですけど。 あの、スタミナと、あの、他の端末に、えーまあ、電力というか、パワーを、えー、分け与えることができるっていう、パワフルな端末っていうことには間違いなくって、そこにもちろん、こう、そこ、そこ一点です。まあ、もちろんその価格っていうところもあるけど。 っていうところなんで、まあ自分の中で Android 試してみようかなっていう、昔ほどその中国の端末を買って、その、もうノロノロした動きでもうこれめんどくして、こやっぱ Android ダメだっていうふうにはならないんだけども。 試しててみよううかなっていう場合にあの、iPhone ね、さっきお見せしたようにこいつになんかバッテリー充電できるとかっていう、まあ、一応利点とかもあったりするんでそういうふうにおいてはこいつはお試しとしてあ Android ってこういうもんなんだっていうふうに試してみるのもありかなとは思います俺のメインにはならないなというところでしたはいということでねあの このね、ギャラクシー、普段のね、俺の使ってるギャラクシーの代わりに、まあ、ちょっと使ってみたと。まあ、1ヶ月 ?1 ヶ月とか、1ヶ月経ってない経ってないぐらいかなと思うけども。それからちょっと使ってみての感想を、まあ改めてお話ししたというところです。はい。ということで、また見てな。バイバイ